東方より伝わりし、生糸を用いた綿羊なる下着が幻想郷に蔓延していた。その下着、色、艶、形、さまざまにて男女を惑わしていたという。人々は散々騎士威風の念を込め、パンテンと呼んだそうな。汚れを知らぬ白の首は、思いを馳せる薄守りの面、一面に敷き詰めしかなは、まるで仮染めのランパーズ。そう、我こそは全てを記憶するものだね。シャッターに刻まれた形こそが、アルティメットトゥルースになり得る。さあ、あがきたまえ、逃げ惑いたまえ。気がついた時には、すでに備えられているのだからな。何か嫌な予感が。私が欲しい属性の真実、燃えるような心、何かいつも探してるだから、取らせて隠されたその秘密を、イクスポーツ、それがこの私の宿命。踊るなり苦しくても、物語はいつも唐突に始まってしまう。一枚のパンテで国々が争う。歴史はまた繰り返され、それでも行くというのかね。もはや誰にも止めることはできまい。風使いだけに甚大な被害が出るだろうが、この秋君たち行く末を見届けさせていただこう。おりゃー、はい、こんにちは。こんにちは。なんですか一体。家に窓突き破りながら入ってくるとは、どれだけ非常識なんですか。これはもはや報道ではない、神秘よ。くらえ、スカートが白パンゲットです。なかなかやるじゃない。命をしてる覚悟はあるの。答えは首を縦に振る。2枚のパンティを手にしたようだね。進みゆくことすら罪なのか。答えは神のみぞ知るだろう。ああ、また何も知らず狙われる子羊が2匹。今宵もしかと見届けさせていただこう。ちなみに、レミリアのパンティはストライプだったぞ。刻み込む
時を止めることは誰にもできなかった。あなたたち、私の神秘のどんどん犠牲となりなさい。そりゃーなんてパワーなんだ。営業エクスが折れた。シャッターチャンス。あるのだろうか。